はい。なんか私は、なんか世界の人が救われればとか思ったりすることがあって、だけどそれは結局は自分がなんか悪い目に遭いたくないから、そのスタンダードを相手にも押し付けるみたいな感じで、結局はわがままで、で、そういう目標があるにもかかわらず何もできないっていうか、何かするみたいになって、例えば、仏典を読む、聖書を読むとか、あるいは物理の勉強するとかなったりすると、なんか挫折してしまうというか、やりたくなくなってしまうっていう、なんかわがままで それで、成り立ってて、本当、どうしたものかって思うんですよね。私自身のことが。私自身は働かなくても、ずっと働かなくても、このまま、生きていけるんですよ。だけど、徳を積まないとならないというか、で、まあ、徳だけ積んでも、欲界からに抜け出せなくて、神様とか、欲界の中の高神様は何とか天とかにはなれるっぽいんですけれど、普通の人は、普通の人どういうとこ行くんだろう。まあ、人間生まれるのか、多分。私の、特に悪いこともいいことも両方してないから、特にいいことも悪いこともずっと起きなきゃいて、だからいいことをした方がいいのかもしれないけど、でも下脱しなきゃ意味がないんですよね。で、下脱するためって言っても、根性で下脱できるかも分かんないし、キリスト教だとしたらもうイエス様に救われてると思うから大丈夫だと思うんだけど、キリスト教がもしダメで、仏教の世界観が正しいとすれば まあ言ってることは この世界支配しているのは偽物の神だっていうのは、キリスト教も仏教も一緒なんだけれど、じゃあどうしてそうなってるのかとかはまあ分かんないんだけど、まあ根性で私が満たすべきことを満たすみたいな。でも私は単に勉強したいんだと思うんだよね。仏教とか。でもそう。周りのこと特に考えずに、とにかくまずは自分のこと考えればいいんだ。それでも悪くはないはず。それどうやったら仏典になれるかっていうのを調べてて、それを見つけて家で仏典とか聖書とか読んでればいいんだ。で、あとは、気が乗ったら人の相談とか乗ってあげるとか。なんか世の中のことを大きく変えて、で考えちゃうけど、それじゃ、ちょっと、難しすぎるんだよね。